歌舞伎部は、榎木田優利による日本のキャラクター小説。角川文庫より2013年8月から刊行され、2017年11月に完結した。祖父の影響で歌舞伎をこよなく愛するクルス・クロ・サトルは、高校で歌舞伎部を作るために、歌舞伎同好会を立ち上げる。人が集まらず、勧誘もなかなかうまくいってなかったが、黒の歌舞伎愛や諦めない姿勢によって、 次第に人が集まり始める。黒が発起人として立ち上げたが、いきなり部として創部するのは難しいと考えて、格下の同好会として起動した。ヤングエースにて2017年3月号から2018年2月号まで、神子地図の作画で連載された。2016年8月12日にテレビアニメ化が発表され、2017年4月より6月まで、 TBS、BSTBS BS 他にて放送された。本放送に先駆け、TBS チャンネルに名作ドラマアニメスポーツにて2回に、渡り、直前特番を放送。歌舞伎部、ラジオ、聞かせやショーは、音泉にて2017年4月5日から6月28日まで、各週水曜日に、同年7月19日から9月13日まで、 1> 月1回水曜日に配信された番組。パーソナリティは、クルスクロサトル役の市川大地と、阿久津新役の大阪亮太。ありがとうございます。